はい、どうもラスです。今回はキーボードの覚え方のね、おすすめの順番っていうのをですね、自分なりに整理してみたんで、解説してみたいと思います。ホワイトボードに、書いてる、順番ですね、この通りにですね解説をしてみたいと思います。まず1、キーの役割を覚える。2、母音を覚える。で3、子音を覚える。で、今度子音と母音の組み合わせを覚える。で次が、5番ホームポジションを覚える。で6番タイピングの練習を、実際にやってみる。で最後が7番あまり使わないキーを覚えるという、7点ですね、これを解説していこうと思います。はい、まず1番のキーの役割を覚えるについてなんですけれども、キーボードね、まあいろいろキーの配置があると思うんですけれども、こういうね、半角全角キーとか、タブキーとかね、キャプスロック、シフト、コントロール、まあスペースキーでアルファベットキーとかね、まあこういったところをまずどういうキーがあるのかっていうのを、全体ねざっくり、確認しておくのがまずいいかなと思います。私の動画 でもですね、キーのこの配置役割解説している動画ありますんで、よかったらですね、リンク概要欄に書いておきますので、よかったら参考にしてみてください。続いて、2番目の母音を覚えるですね。まあ、これは簡単で、キーボードのね、このアルファベットキーを見ていただきたいんですけれども、母音っていうのはあいうえおですね。まあ、母音のあいうえおと、まあ、子音を組み合わせて、このね、ローマ字入力、日本語で入力をするという形になるので、まずね、母音を覚えていただければと思います。母音はね、一応説明しておきますと、このあーと、いう、おという配置に、なってます。まあバラバラなんですけどね。はい、ってな感じで、2番目の母音を確認してみ、てください。で続いて、3番目ですね。子音を覚えるです。先ほどまあ母音の解説をしたんですけれども、子音はね、赤さたな浜やらはですね。これね順番にいきますと、赤さたな浜やらはですね、子音と母音を覚えることができるとですね、日本語のローマ字入力ができるように、なりますので、これもね、しっかり覚えていく必要があるかなと思います。はい、で、4番目の子音と母音の組み合わせを覚えるということになるんですけれども、で先ほどの、母音があいうえおで、子音が赤さだな浜やらは、これを組み合わせることで、ローマ字入力ができるようになって、日本語、ね、の文字を打つことが、できるようになります。まあ、これでね本当に、いろんなメールとか、文章を打てるようになりますので、これをねしっかり覚えることが、重要かなと思います。でローマ字入力に関しましては、私の動画ででもですね、解説する動画を上げておりますので、よかったら概要欄から、チェックしてみてください。続いて5番目ですね、ホームポジションを覚えるということなんですが、以前解説している通りですね、この手をですね、この人差し指をこの F と J のところ、まあ、くぼみみたいなのがあると思うんですぐわかると思うんですけど、左手と右手ですね、まあ、こういう感じに置いて、残りの手はね、このまま横に置くという形ですね。これがホームポジションになりますので、まずねこのホームポジションを意識しながら、キーのねタイピングをしていくというような形ですね。ホームポジションの解説も別途ね動画で解説してますんで、ぜひねよかったら概要欄からチェックしてみてください。続きましてですね、6番タイピングの練習を、してみるということですね。さっきのまあホームポジションで、あと子音と母音の組み合わせで、あとまあキーの配置とか、役割をね、意識しながらですね、実際ね、指を使ってキーをね、タイピングしていくってことが非常に、重要かなと思います。でですね、タイピングに関しては、インターネットでですね、パソコンがあればネット上でですね、タイピングの練習をするウェブサイトありますので、こちらもですね、動画で解説してますんで、よかったら概要欄からチェックしてみてください。で、最後に7番目ですね、あまり使わないキーを覚えるということですね。で、この特にアルファベットキーとか、他のね、役割のキーで、実際に、まあ、仕事とかね、普段のパソコン
使っててもほとんど使わないキーっていうのは結構あるんですね。なので、そういったのを逆にね覚えて、まあこのキーはねあんまり使わないんだってことを意識しながらキーボードを覚えていくっていうのも重要かなと思ってます。で、あまり使わないキーの解説に関しても、私のね動画で解説してますんで、よかったら概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで今回はですね、キーを覚えるための順番ですね、こういう風に覚えたらいいんじゃないかっていうのを解説させていただきました。1番キーの役割を覚える、2番母音を覚える、3番子音を覚える、で4番子音と母音の組み合わせを覚える、で5番ホームポジションを覚える、で6番タイピングの練習を実際にやってみる、で7番あまり使わないキーを覚えるということですね。この7点を紹介させていただきました。私の動画ではですね、こういったパソコン関係の役に立つ動画を日々配信していっておりますので、よかったらですね、皆さん気になる方おりましたらチャンネル登録、よろしくお願いいたします。今回の動画がいいなと思ったらいいね、高評価いただけると嬉しいです。では今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。